月曜日最初はこちらのコーナーからです。テゲウマクッキー。さあ、いろいろとね、はい、タケルンバにもこのテゲウマクッキング大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫？着地で膝が伸びたんでちょっとまたね、今日もタケルンバから美味しいコメント聞けると思います。ありがとうございます。コメントも楽しみですね。春野菜のお料理なんですけれども、今日は中華風の料理でございます。ご覧ください。テゲウマクッキング。今回ご紹介いただくのは中国料理蘭海の料理長、須山智之さんです。須山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はどういったメニューを教えていただけるんでしょうか？はい、今回は春野菜の中華風天ぷらを作りたいと思います。春野菜、はい、今ね、美味しい季節ですしね、はい、また中華風の天ぷらということで、普段の天ぷらとはどんな風に違うのか楽しみです。では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では材料です。たけのこ 50g、菜の花8本、エビ4尾、アスパラガス2本、新玉ねぎ1/2個、かぼちゃ1/6個、小麦粉 120g、片栗粉 20g、ベーキングパウダー 10g、カスタードパウダー 3g、グラニュー糖、油、塩が適量です。野菜をカットしていきます。はい。アスパラはですね、皮をむいて、でもう一口大にカットして切ってもらえれば、だいたい4等分ぐらいですかね。カットされますか？いえ、大丈夫です、はい、大丈夫でした、はいはい、失礼しました。で、次が玉ねぎですね。今日は新玉ですか？はい、新玉ねぎを準備しました。はい、季節ですもんね。はい、輪切りにしていきます。はい、ちょっと厚めですね。リング状になるように、で、ほぐしていきます。はい、ほぐしてもらっていいですか？あ、ほぐします。もう取るだけです。あ、取るだけ、はい、はい、で、これで野菜の下準備が終わりました。で、はい、次はエビですね。はい、はい、で、エビを剥いて下処理をします。はい、エビお願いしていいですか？エビ、はい、私が剥けばいいんですね。あ、です、はい、はい、じゃあエビいきます。普通に別に剥けばいいんですよね？ですね、はい、揚げた時にですね、こう曲がらないように切れ目を3箇所ぐらいお腹の方にこうって入れてもらいます。ほー、ちぎれない程度に。はい、須山さん、続いては衣ですね。はい、はい、レシピの衣を全部ボウルに入れてもらって大丈夫です。はい、で、こちらがカスタードパウダーですね。本来中華の天ぷらにはカスタードパウダーって入るんですけども、なければグラニュー糖少し多めに入れてもらえれば大丈夫と思います。で、こちら塩ですね。塩、大体この量でしたら2つまみぐらい。うーん、で、入れたらですね、はい、水で溶く前にこれを混ぜてください。はい、いろんな粉がいっぱい入るので、まんべんなく混ざってから水で溶くようにしてください。はい、水で溶いていきます。だいたいこれぐらいの硬さが目安ですね。とろっとした感じですね。ですね、はい、うんうん、で、最後に油を。油、はい、この油を入れることによってですね、サクサクするので、はい、油を入れたらもうあまり混ぜなくていい、さっくり混ぜる感じですね。いよいよ、はい、揚げていくわけですね。はい、はい、で、まんべんなく衣をつけて、だいたい170ぐらいの温度で揚げていきます。はい、で、これベーキングパウダーが入ってるんで、うん、温度が高すぎるとですね、表面がもう固まってしまって膨らまなくなります。ふっくらと。で、温度が低すぎてもベーキングパウダーが反応しないので、それも膨らまないんですね。ベーキングパウダー、なかなか温度にうるさい、はい、うるさいですね。この衣も作りすぎたらもう冷蔵庫で保存できるので。あ、そうなんですね。2日、3日ぐらいはもう全然。先ほどのエビですけど、はい、少し切れ目をさっき入れたやつにもう一回ちょっと揚げる前にお腹を下にしてですね、うん、ちょっと押してもらいます。キュッと、はい、ちょっとこうマッサージするような感じですね。はい、優しく優しく、はい、お肉でも鶏天とかでも全然できますし、うん、鶏天も美味しそうですね。はい、野菜と肉と、
はい、魚もう交互にしていけば、はい、1ヶ月ぐらいいけます。1ヶ月いけます、はい、本当ですか。いけます。色がつけば、うん、大体大丈夫と思います。表面がこう気泡がなくなってツルッとするんですけど、ここら辺で自分らは揚げます。で、揚げ上がりです。完成ですね。はい、もう食べたくてうずうずしております。はい、すぐ手が伸びそうなんですけれども、はい、ちょっと我慢してこの後試食の時間です。はい、さあ完成しました。まあコロッコロとした天ぷらが食欲をそそりますね。はい、おいしそう。須山さん、今日は、はい、このつけだれといいますか3種類ご用意いただきましたけれども、はい、ケチャップと甘酢ソースと中華のスパイス塩になります。今日春野菜なんですけれども、どうしてもこのエビが気になるんですよね。はい、エビ大好きなんですけど、はい、よろしいですか。はい、ファッファ、いただきます。おいしい。表面が本当におっしゃってたようにサクッてしてるんですけど、ちょっともちっともしてるんですよ。衣美味しい。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。衣自体に少し味も入っているんで、もうそのままでも全然いいですね。で、やっぱりね、今日春野菜の中華風天ぷらですから、はい、春野菜もね、この贅沢なね、はい、分厚いオニオンリング、はい、なかなか見ないですよ。こちらはお塩をいただいております。はい、中華のスパイスがいろいろ入った塩になります。かぶりついちゃいますけれども、サクサクで、まあ中の玉ねぎの甘いこと、夢のコラボですね。このサクサクと甘さがですね、ベーキングパウダーが入っているので、やっぱり1時間ぐらいしてもサクサクしていると思います。はい、グラの温度をしっかり高すぎず低すぎずでしっかり揚げるということ、あとはもう衣の分量もしっかり測って混ぜ合わせることですね。皆さんもぜひそのあたりのポイントを押さえて、いろんな食材、まあ、もちろんね、春お野菜おいしいですし、いろんな食材でこの中華風の天ぷらお試しいただきたいと思います。はい、今回は中国料理蘭海の料理長須山さんに教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回もごちそうさまでございました。美味しかったね。ごちそうさまのコーナーでした。食べに行くコーナー。本当ですよ。もう伝わりました。伝わりました。いやいや、十分伝わってはいますよ。当然ですよ。どうでした、秋田君。いや、天ぷらって言うけど中華風っていうことで、うん、どういう感じなんだろうと思ってたんですけど、やっぱり出来上がり見ると、うん、衣の感じがね、やっぱこう和食の天ぷらとやっぱちょっとこう違う感じがして、なんかふわふわっとなってる感じがね。で、食感もエビを食べた時はちょっともちっとするって言ったじゃないですか。やっぱ衣一つで全然印象って変わるんだなって思いましたね。別料理だね。たける君どうでした。あと春野菜ってやっぱり美味しいじゃないですか。旬なんで、あの玉ねぎのパリパリ感と、味も想像しただけでよだれブーって出てきますね。ちょっと待って、すごい惜しかったんだよね。最後着地だけ失敗したね。擬音語が違いますよね。なんで言いました。でーって。汚い。そこちょっと汚くなっちゃったね。すいません。でもその例えば味付けも、あのちょっと中華独特の衣で、例えばケチャップだった。普通の、ね、和風じゃなかなかケチャップいかないですもんね。うん、そうなんです。でも中華だとやっぱそのケチャップが定番だし、あとお塩も定番なんですけど、あれはあの家庭で作るときは普通のお塩に、あの中華 の合わせ香辛料みたいなので五香粉って五に香る粉っていうような粉あるんですけど、そういったものを混ぜるとご家庭でもできるということなんですね。いいじゃないですか。本当食べたくなりましたよ。揚げたて食べたいですね。食べてください。はい、で、あの衣がやっぱりあの中華風ということで、あの衣がもう独特なんですけれども、あの中にいろいろベーキングパウダーだったり、あとカスタードパウダーっていうのが入っておりまして、これあのちょっと珍しいかと思うんですけれども、このカスタードパウダーっていうのがもう中華では本当に定番なんだそうです。で、まあ、スーパーなどでも買えるところあるんですけど、
ネットとかだともう絶対買えるということですので、興味のある方はね、ちょっとネットでポチッとして、試してみられるといいかと思います。なかなか手に入れないんだったらね、この辺りで売ってもいいかもしれませんね。またビジネスチャンスをすぐ考える。このコーナー後にそれちょっと売ったらいいや、 MCN もね、ネットワークでは、加入者限定サービスみたいなので。キットみたいなの売るとかも、ね、中華天ぷらキットみたいな、いいかもしれない。そしたらよだれがビュワーッ、そこはね、綺麗にお願いします。はい、ぜひ皆さんもね、挑戦してみてください。はい、ではプレゼントご紹介します。フェニックスシーガヤリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントいたします。応募方法は番組の最後でご紹介します。中国料理ランハイでは、旬の食材を使ったボリュームたっぷりの月替わりレディースランチや、経験豊かなシェフが作る本場広東料理をリーズナブルにお楽しみいただけます。ぜひ中国料理ランハイにもお出かけになってみてください。以上、テゲウマクッキーでした。はい、 CM の後はゲストコーナーです。